ではここからまた、キーワードを出してお話を伺いましょう、はい、じゃん憧れの先輩これは、はい、憧れの先輩私の憧れの先輩が鞘師里保さんなんですけど、うん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 、あの2019年のひなフェスで鞘師さんがこう、はい、1日復活なされて、うんうん、こう OG のコーナーでパフォーマンスをされてたんですけど、うん、あのその時の公演でですね私があのソロでパフォーマンスできるってい う, こうなんだろう抽選 で, 抽選で当たったんだねそうです、うん、当たったんですよ、うん、であの鞘師さんがパフォーマンスされる前に私がこう、うん、そのソロの番だったんですけど、うん、その時ムーンライトナイト月夜の番だよっていう曲を、はい、あのやらせていただいてその曲ちょうど鞘師さんがこう結構鞘師さんのイメージがある曲だったんです、うん、だから鞘師さんの前にやってしまうのすごく緊張するなって思っていて、うん、でこう私もガクガクしながらソロのパフォーマンスを終えたんですよ、うん、でもすごいあ緊張したっていう気持ちであの裏の方に戻ったらなんと鞘師さんが自分の出番の前なのにもかかわらず、うん、見てくださっていたみたいで、うん、なんかもう それだけですごく嬉しかったんですけど、うん、なんかその時に近寄ってきてくださってすごい良かったよっていう風になんか褒めてくださって、うん、わーっと思って超感激しました。やっぱりこうちょっとしたこう良かったっていう当たり前の一言をもらう人は自信にもつながりますからね。そうですよね。でしかも憧れの先輩から直接ね、はい、いや嬉しいでしょう。言っていただけたら嬉しかったでしょう。はい、もうまさかっていう感じでした。見てくれてたんだみたいなね、はい、感覚もありますしね。しました。